どうもグルくんです。北海道一人旅第2弾、南小樽駅からスタート。さあこれから札幌へ向けて移動を開始します。第1弾で車窓からの景色撮れなかったので、これから撮れると思って乗り込みました。で窓側の席を確保しました。で撮影しようと思ったんやけど、見ての通り窓ガラスが汚れていて全く映像として使えません。でも使うのがグルくんのチャンネルです。どうぞご覧ください。札幌に到着後、南北線に乗り換えて2駅すすきの駅まで移動しました。札幌駅着いてからすすきのまでは地上の景色を見ていないので、これから地上に出ます。出てびっくり、小樽駅とは違って都会の風景がそこには広がっていました。なんじゃこりゃ。さあホテルまであともう少し。で気になったのが、歩道と車道で雪の除雪のされ方が違う。なので車道を渡る時の緊張感が半端ない。てなことで、なんとか事故なくホテルまで到着することができました。今日のお宿はこちらです。ホテルアクシアイン札幌すすきのさんです。無事にチェックインも済ませ部屋へ向かいます。ああもう早くもうスノーブーツ脱ぎたい、この時は思った。でぐるくんの部屋はこちら807号室。中に入ると、まあ、いわゆる一般的なビジネスホテルでも、立地優先で選んだのでこれで十分。窓からの景色を見ながら、今日は晩ご飯何食べようかなと考えていた。さあご飯食べに行くぞ。夜の雪道も危険がいっぱい。すすきのナイトツアー開始やで。で晩ご飯に選んだお店がこちら、だるま 6.4 点でジンギスカンを召し上がる。お店はカウンター席のみの作りになっているように見えた。かなりの繁盛店でお客でいっぱい。基本店内撮影禁止でしたが、お店の方の許可を取って条件付きで特別に撮影させていただきました。ありがとうございます。本場のジンギスカンを食べるのは初めて。周りの人の焼き方を見よう見まねで焼き始めたが、早速お客様、油がベッドにいるとまんべんなくこの中で口当たりを美味しく。なるほど、ありがとうございます。セットアップでこっちに置いて、ここを置いとくんですね。勉強になります。てな具合で教育的指導が入った。正直羊肉って臭みがあって癖の強いお肉やなって認識してたけど、本場で食べてその概念が変わった瞬間でした。ありがとうございます。肉もさることながら、その脇を固める野菜の群れもすごい。この玉ねぎとネギの山は食べ応えありすぎ、どうやって食べようと考えてた。ちなみに今回頼んだのはジンギスカンとヒレ肉を注文しました。こちらがジンギスカン、こちらがヒレ肉。グル君的にはヒレ肉の方が美味しかったかな。ただひたすら焼いてるだけのシーンをご覧いただいております。ちなみにこれがヒレ肉ね。これすっごい柔らかかった。改めて言いますが、今回はジンギスカンの概念が変わるとてもいい機会でした。あー、薬味入れるのを忘れてた。今更ながらに入れてますけど。最後に店員さんから、いい映像が撮れてるといいねって言ってくれたんです。めっちゃ嬉しかった。最
高でした。もう店員さんもめっちゃ愛想良かった。また来ます。映像は前後するのですが、実はジンギスカンの映像が撮れていないという勘違いをしていまして、この時はかなりへこみました。実はちゃんと撮れていたんですけどね。でショックでこの時は1時間ホテルで寝込んでました。気を取り直してラーメンを食べに行くことにしたんです。まだ食べるんかいって。かなり歩きにくい道で一生懸命歩いております。ラーメン食べるのも命がけって感じです。ここでまさかの旧友との再会。どこかで見たシルエットが、小樽で出会った季節外れのクリスマスツリーさんです。すすきのといえばこの看板。満腹のお腹にもぐらさんのバタコンラーメンを投入します。ここの店主さんも優しくて、動画を撮影するんやったら他の人が映ったら困るから僕端っこの方がいいやろうって席を案内してくれた。バターコーンラーメン1250円。運ばれてきたラーメンのボリュームを見て正直びっくり。ジンギスカンを食べた後にこの量食べれるかなって不安になったけど、一口食べたらその不安はすぐに消えてしまいましたわ。味噌ラーメンって味が濃いけど、バターがあるおかげでなんかマイルドになって意外と食べやすかった。壁のとこにも結構有名人のサインがいっぱい貼ってあって、まあ誰が誰かまではチェックしてないけど、まあ人気店であることには間違いない。吸い込まれるように胃袋に入っていく映像をご覧ください。そこまで吸い込まれてないかな。ちょっとやっぱお腹いっぱいやったかな。実はバター入りの味噌ラーメンは人生初で召し上がってます。なんか自分の中でバターとラーメンってって思ってたけど、新たな発見がここにありました。普段は外食でラーメンを食べるときは基本的には醤油味とか、まあ醤油豚骨で豚骨ラーメンっていうのを選ぶのが多いのかなと思うんやけど、味噌ラーメンは札幌一番味噌ラーメンの一択やったかなと思います。まあでも本場の味噌ラーメンの味を知ることができたのはかなり貴重な経験であると思います。でも徐々にジンギスカンを食べた後なので胃袋がきつくなってきているのも事実。食べるペースはかなり遅いです。これ早回しで見ておるからそうは感じないですけど、モザイクの向こうのグルクの顔は多分少しきつい顔になってるのかな。さあラストスパート、頑張れグルくん、負けるなグルくん、橋を止めるなグルくん。でごちそうさまでした。確かに胃袋ははち切れるぐらいになったけど、味は間違いなく美味しかった。ぜひ皆さんも行ってみてください。で再びすすきのの町。日課の看板って大阪で言うとグリコの看板みたいな感じなんかな。食後しばらく歩いた後、北海道のコンビニセイコーマートへ立ち寄りました。ここで北海道限定の食べ物飲み物を買って帰ろうと思います。まずはこれガラナ、なんかドクターペッパーの北海道版みたいな味。そして北海道小麦を使用したメロンパン、お買い上げ。次に北海道豊富町の牛乳を使用した卵プリン。だったら牛乳プリンの方が良かったんちゃうかな、ネーミング。まあいいや。
で次ハッピーターンの北海道限定版チーズ味のパウダーがかかっている。さあホテルに帰って寝ようかな。皆さん今日はお疲れ様でした。おやすみなさい。おはようございます。朝の全然見えねえな。見えたか。6時。うお、雪めっちゃ降ってる。映ってない。わからん。めっちゃっていうことでもないか。降っております。積もっております。今日も一日よろしくお願いします。今の7時前です。朝ごはんを食べにホテルのレストランへ移動開始。朝食券をこの箱の中に入れて入店。簡易的なビュッフェスタイルの朝食なんやけど、もう全然十分。だってこのホテル確か1泊5000円ちょっとやったから。一通り何があるかをチェックした後選んだのがカレー。皆さん朝からカレー食べれる派？僕は食べれる派でした。しっかりいただいてごちそうさまでした。いや食後の美味しいはコーヒーね。間違えた。ホテルのチェックアウトを済ませて外に出ました。雪降ってます。さあ今日はどこを観光しようかな。次回札幌観光編もお楽しみに。